三部川駅は愛媛県西条市、三戸屋にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は Y36。駅案内パネルのコメントは、機材モンタヌキ伝説の駅。典型的な国鉄型配線の二面三線一番線に駅舎本屋がありに、三番線が島式の地上駅。伊予西条駅や伊予法上駅など、 他の予算線の主要駅にも多く見られる構造である。一番線を一線スルーにする予定であったが、高松駅方のみ、片開き分岐器で、松山駅方は、両開き分岐器となっている。これは、停車する列車が増えたためと思われる。原則として上り下りとも一番乗り場を使用する。特急同士、普通同士、上り特急と、下り普通の行き違い時は、 下り列車が2番乗り場に入る。下り特急と上り普通の行き違い時は、上り普通列車が3番乗り場に入る。また、後続の特急を退避する場合、下り普通は2番、または3番乗り場、上り普通は3番乗り場を使用する。駅舎の南側に位置し、2007年に職に関する新事業の創出、地元産品を活用した商品開発、 食に関する情報収集、発信を目的として誕生した、西条市のふるさと産品の情報集積、発信基地。館内には、新しい特産品を開発するための、インキュベーター室や、キッチンスタジオ、食に関する展示室、特産品の販売コーナーなどがある。2015年3月26日に開通した、駅前と駅西広場をつなぐ、 全長約50メートル、幅4メートルの連絡橋。自転車も、積載可能なエレベーターも設置され、駅の西側地区からの駅へのアクセスの向上や、これまで線路で分断されていた、東西地域の交流促進が期待されている。また、ポンポコ橋という名称は、駅のある多賀地区にキザエモン材ヌキの伝説が伝わっていることから付けられた。 橋の欄干にはユーモラスな狸のイラストがあり、通行人の目を楽しませてくれる。1日平均の乗車人員は、以下の通りである。当駅に停車する特急、潮風、石槌、モーニング EXP 松山の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。AB、緑の県売機プラスを16駅に設置します。四国旅客鉄道。 オリジナルの2021年7月29日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2020729074010/.http://jr-shikoku.co.jp/.03newspress 2021%2007%2026PDF2021 20 2021年8月1日閲覧。最上司統計データ 59JR 利用状況2021年4月14日閲覧。ありがとうございます。